はい、よろしいです。今日クラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日こちらよっちゃんのアカウントですね。こちらの、リプレイ動画に、リプレイ動画の解説になります。ちょっとお詫びしないといけないんですけど、前の動画ですね、ちょっと音が入ってなかったみたいで、携帯本体には音ちゃんと出てるんですけど、YouTube 上で、はい、音が出てないということで、はい、大変申し訳ございません。いつも通りも言ってる内容は同じですね。確か前の動画では 2.6 エリゴルデッキ使って、その解説動画だったんですけど、今回ははい、こちらのデッキになります。理由はシンプルで、アチャック、ロケット砲子の入った、ホグデッキ。で、ロケット砲子の入った、ロイジャイデッキですね。2つのデッキが結構多いのかなということで、そちらをメタったデッキがこちらになります。後のデッキで相性悪かったらもう正直しょうがないです。はい。こんな感じですね。トルネあったら、ホグも守れるし、矢の雨で、ロケット砲子も、処理できるし、でも最悪文句もあって、施設にも強いので、このデッキが一番、メタれてるのかなといった感じですね。じゃあ早速、はい、リプレイ解説やっていきたいと思います。ちょっとごめんなさい。はい。最初ですね。最初が、キョスケロイホグ。あ、ごめんなさい。キョスケホグですね。の、マッチアップなんですけど、これも同じで、やっぱり相手がホグ持ってるんですけど、こっちはトルネあるので、相性は比較的に悪くはないです。矢の雨だけだとどうしてもホグのダメージ一発二発入ってしまうので、それはちょっときついんですけど、もうこれにキング吸ってあげたら、あとは、相手も、ホグ飛ばしてるだけでは勝てないので、今回、キョスケホグなんですけど、ちゃんとキョスケの形組んで、ホグ飛ばさないと通らないといった感じですね。はい、これ、美味しかったですね。こちらもライドラと、ホグ飛ばされたのに対して、ライドラとトルネまで使ってるので、相手もこれ、追い打ちでマスケ出してきたんですけど、そうですね、文句によって助けられましたね。問題はボムタワーですね。やっぱり文句がないとなかなかボムタワーの突破がすごい難しいのかなといった感じですね。こっちはトルネもあるので、マスケット重心に対しても全然、はい、トルネで吸ってあげれば、このように、はい、処理はできると思います。ただ今回ちょっと、はい、やらかしてるので、これマスケット重視が、はい、残っちゃうんですけど、それでもこれだけ、はい、削れたら OK です。もうこのホグはもう仕方ないですね。これはもうしっかりダメージ受けてもらって、2倍タイムになってからが勝負ですね。まずはこっからしっかり形を組んでいって。で、最後にこのように文句を端前に出してあげると、もう相手は、はい、どうしようもできないですね。もうマスケット重視にも、ダメージは多少入るし、そうなると、突破もたやすいのかなといった感じですね。文句があるおかげで、より、勝ちやすくなったといった感じになります。こんな感じですね。もうトルネもあるし、今回ロケット砲子なかったんですけど、ロケット砲子があったとしても、矢の雨ですぐ処理することができるし、といった感じですね。次はちょっと変わったデッキですね。プリンスの入ってる、ちょっと枯渇っぽいデッキなんですけど、
まあそうですね、やっぱりちょっとデッキがわからない以上、なかなかこっちも、そうですね、もうどうしたらいいか、正直あんまりよくわかってなかったので、まあ基本的にそういった場合はもう適当ですね。やっぱり考えてもしょうがないので、もう考えるよりまずもう行動ですね。もうそれで、もう負けてしまったらもう負けてしまったで、もうしょうがないです。まあこういった相手のデッキはなかなかもうテンプレにはないので、まあそれに対して一生懸命考えても、はい、しょうがないといった感じですね。もうこれでも負けるんだったらもう負けるでもう仕方ないです。もうなかなか次は絶対当たんないと思うので。まあいつも動画で言ってるんですけど、環境デッキに対して、まあ勝つことがまあ大事ですね。まあなのでやっぱり自分の場合は環境デッキと当たったらどういう風に立ち回ったらまあより勝ちやすいのかっていうのを基本的に考えてます。まあ、やっぱりマルチずっと潜ってると、やっぱりこういったたまにすごい特殊なデッキと当たるんですけど、もうそれに対してあんまり深く考える必要はないです。もうなんなら二度と当たらないようなデッキかもしれないのに対して、そこでこう考えても、もう全然意味がないと自分は思ってるので、もうまずこれはもう適当にやってますね。もうテンプレじゃなかったらもう基本的に適当にある程度やった方がいいです。まあこれがまあ自分の、そうですね、まあ特殊なデッキと当たった時のまあ考え方になります。まあこれちょっと状況がすごいあまりよろしくないんですけど、まあ適当にやってるのでまあそれも仕方ないのかなといった感じですね。このデッキが、環境デッキで、まあ、テンプレデッキだったらもうちょっと、しっかり立ち回るんですけど。もうこれはもう、左のタワー捨てて、もうゴリ押しですね、こっから。そうですね、もうこれはちょっとさすがにもう相手も止まらないと思うので、まあこれで GG です。まあ入り掘りデッキは基本的に捨てるデッキなので、もう相手のデッキがわかんない以上はもうまずはタワー捨てて、それで攻める。まあこれが基本的な、まあ攻めですね。まあ次もちょっと特殊なデッキなんですけど、今回は、たまたま、はい、まあ相手が、まあミスしてくれたおかげで、まあ、勝つことができたといった感じになります。でまあちょっと今日の動画のその言いたいまあメインのそうですね言いたい部分なんですけど、まあこれちょっとまだ後からはい言います。まずこれでセパレートされたので、これはイーゴル展開ですね。バルキリー来たので、ちょっとデッキがまた分かんない状態なんですけど、まあ、それでももう一回組んでしまった以上は、もうしっかり、はい、形を組みましょう。まあ、これで相手トルネミスって、でインドラも入って、まあ、本来これでゲームセットですね。まあなんですけど、はい、ここで自分はもうすぐ終わらせないです。今日の言いたい部分はここからですね。まず言いたいところは、もうこれ相手もう勝負決まってます。はい。まあなんですけど、まあまず自分としては、まあ相手はもうこの状況だからもう正直開き直るしかないです。まあなんですけど、自分はまあ練習がてら、まあ相手がこのように開き直ってきたプレイに対して、まあちょっと守る練習してますね、基本的に。まあこれが、まあ普段自分がやってる、まあマルチ、まあグラチャレでも同じですね。もうこのようにもう勝ちが決まった以上は、もう相手の開き直ったプレイに対して、まあ守る練習を、まあよくやります。
まあ、なんですけども、これはもう相手もう終わらせてほしかったので、最後これトルネで引き寄せてくれたんですけど、まあ中にはまあ、最後までやってくる人もいるんですけど、そういった相手の開き直りに対してちゃんと防衛できるかどうかを普段自分はやってます。なのでもう一回もうこれタワー入って勝負決まったとしても、ここから降りに行くっていうのはまあ基本的にないです。はい、といった感じですね。人間ってやっぱり追い込まれると本当にすごいギャンブル的な行動するので、まあそういった、まあ入りゴールデッキとか使ってたら、やっぱりこう、こちらが形組んでいるのに、逆にこう相手が開き直ってキングを降りに行ったりとかっていうプレイは、ちらほら、あるので、まあそういった相手の開き直りに対してちゃんと、まあ無難に対応することが、まあこの入りゴールデッキの勝率を上げるための、まあ一つの、まあ考えといった感じですね。もう本当にもうこのデッキずっと使ってる人だったらわかるんですけど、まあ、こっちが形組んでるところの逆サイドに相手はもうキングを降りに行ったりとかっていうのはもうたまにあります。まあ、それに対して冷静にちゃんと対応できるのが、まあ、このエリゴレデッキ、まあ、使う人、まあ、使うにあたってすごい、まあ、大事なことだと思うので、まあ、ただ出してるだけだと、もちろんやっぱり逆にやられたりします。まあ、いつも動画で出してるだけで勝てますって言ってるんですけど、やっぱりこういった開き直ってきた時の相手のプレイに対して対応するのも、まあこのクラロワのゲームの、まあそうですね、まあ大事な、まあ部分の、まあ一つなのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチの、リプレイ動画上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。